はい、おはようございます。今日はですね、前回ちょっとちらっとお話ししました、チャット GPT-4 がですね、またかなり進化しているということで、今日ちょっとその辺の、AI 事情をお話ししたいと思います。はい、でね、チャット GPT-4 が何がすごいかと言いますと、今まではですね、まあコンピューターのプログラム、まあ、アプリとかソフトとか言われますけれども、そういったものはですね、基本的にはプログラマーがプログラムした、の出来上がったプログラムを提供して、そしてユーザーが使うということで、プログラムがですね、ユーザー側に、渡ってしまって、それからそのプログラムが進化することっていうのは一切ないんですね。はい、で最近はですね、クラウド型になってまして、例えば Adobe の Photoshop だとか Illustrator だとか Prime Pro だとか、あと Microsoft の、Word だとか Excel だとか、アクセスだとか、パワーポイントとか、まあ、そういうものがクラウドで、まあ、だいぶですね、クラウド側でアップデートできるんで、使うユーザーが、進化していくと、新しいソフトを使えると、まあ、そういう時代になってきたんですけども、この AI っていうのはですね、さらにですね、ディープラーニング、機械学習というのを常にしておりまして、いわゆる、言語モデルと言われる、人間の言葉が、今までですね、まあ、英語でアメリカで作られたものですから、英語で、のデータ量というのはすごく多かったんですけど、日本語というのはですね、全人口70億人と言われてますが、その中の1億2000万人の日本人、というのはですね、あまり、学習するには量が少なかったんですね。はい、ですから日本語で問いかけても、なかなか理解できてなかったということなんですが、ほんの半年ぐらいでですね、日本語もですね、だいぶ学習されてきまして、その日本語を理解する能力もかなり上がってるんですね。はい、ということで、さらにですね、画像生成 AI っていうのがチャット GPT-4 で、備わってまして、ちょっと今まででは考えられないぐらい進化を、遂げておりますので、ちょっと今日はその辺を、説明したいと思います。はい、ということで、まあ、実際やってみたいと思いますね。はい、はい、ではね、ちょっとよく見えるんでしょうか、わかりませんけど、まあここに、チャット GPT-4 の、ソフト、アプリが立ち上がってます。サイトが立ち上がってます。はい、そこでお手伝い できることはありますかということで、入れていくんですが、今日は画像生成をメインにちょっと話したいと思います。でまずですね、こちらをコピーしたいと思います。はい、ですね、読み上げます。夜、新宿の高層ビルから見下ろせる場所で、レストランの個室にあるガラスのホワイトボードを携帯電話で撮影したワイド画像で、視野にはフッツラボのロゴの入った白い T シャツを着た Q ちゃんが書き物をしている様子が映っていると。で手書きは少し乱雑に見え、撮影者の姿が映っていると、まあ、こういったプロンプトを投げ込みたいと思います。そうするとね、ちょっと時間かかりますけども、はい、今開始しております。
まあこういう感じで、ちょっと出てきました。ちょっと前と違うんだけど、なんだ、ちょっとね、前にやったやつをお見せしますね。これがですね、前にやったやつなんですけど、どうですかこれ、すごくないですか。こうやってね、毎回ちょっと違うね、画像を出してくるところもチャット GPT-4 らしいんですけども、はい、こういう感じでですね、私の顔と、フッツラボのロゴが入った T シャツ、これを着て、やっております。でもう一つ、じゃあ、あれなんかちょっとリハーサルと違うんだけど、ではもう一つ、やりたいと思います。今度はね、4コマ漫画のスタイルでやりたいと思います。はい、プロンプトに投げました。はい、ちょっと見にくいかもしれないけど、ここにですね、4コマ漫画スタイル、1コマ目、かわいい花ちゃんがベッドの上で寝ている。2コマ目、突然ガバッと起きる。3コマ目、ご飯と吹き出し。で、4コマ目、勢いよくキッチンへ走る後ろ姿。モノクロでコミカルなトーン表現ありということで、こういうプロンプトで投げかけたいと思います。はい、ということでね、できたのがこちらになります。花ちゃんがですね、ベッドの上に寝ていて、ガバッと起きると。で、そしてご飯って言って、キッチンの方へ走っていくと、こういう4コマ漫画が出来上がりました。はい、ということで、もう一つ見せたいと思います。もう一つはですね、ちょっとフッツラボの、ポスターというか、イラストレーターをちょっと作ってみたいと思います。はい、こうやってね、まずフッツラボのロゴを入れて、そして私の顔を写真データで入れて、その下にこの画像を使ってイラスト風に DIY フッツラボジャパンのコミカルなポスターを作ってみてと言うと、こういうものができました。はい、似てるでしょ私にね。はい、ということで、なんですかね、これちょっと古い90年代風というか80年代風のポスターみたいな感じですけども、こういうものができるということで、はい、だいぶですね、画像生成のレベルが上がってきているということと、あとですね、言語を認識する、能力が上がっていると、いうのがですね、こちらが伝えたいこと、人間が伝えたいことを、きちんと理解しつつあるということで、結果はその時その時でちょっと変わってきたりするんですけども、
なかなかですね、はい、言語を理解するレベルが上がってきているので、画像生成も、レベルも上がってきているということでございます。はい、まあ、人間もよくあるじゃないですか、なんか聞き方、最初新入社員として入って先輩に聞くときに、まあ、聞き方がね、ちょっと全然トンチンカンな、ね、聞き方をしてしまうと、先輩の方もですね、答えづらいんですけども、明確に、専門用語を使って聞けば、先輩もですねきちんとした、指導してくれるという人間もあるんですけども、AI もですね今そういう状況でございます。はい、ということで、今日はですね、チャット GPT-4 画像生成 AI がですねさらに進化しているということをお伝えいたしました。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、ちょっとチャット GPT-4 が、さらに進化しているという話をちょっとさせていただきました。はい、結構私はですね毎日のようにチャット GPT-4 を使ってるんですけども、まあ何が違うかというと、どん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 進化しているということですね。はい、だから日本語の理解度が上がっているということなので、あと画像生成も、のレベルも上がっているということでございます。はい、決してこれ案件でもないしお金もらってるわけでもないんですが、すごい勢いで、言語学習、をしているというのが、分かりますんで、まあ、一回ね、例えば半年前1年前に使ってみて、あ、もうこれダメだ全然使えねえじゃんって思った方もいらっしゃると思うんですけども、まあしばらくしてね、この後使ってみてもらって、だいぶ進化してるなっていうのが多分理解できると思います。はい、その辺がね今までのアプリ開発とか、プログラミングとかと、大幅に違うことところでございますので、はい、もし、機会があればね、スマホでも使えますんでね、はい、やってみてください。だからイラストもねこうやってどん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 ね、できてきちゃうと本当になんていうんですかね、イラストレーターっていう仕事とか、もう、AI に奪われてしまうんじゃないかなというふうに思われますが、まあなくなることは絶対ないです。はい、やはりその微妙なニュアンスだったり微妙なタッチっていうのは人間がでしかできないことですので、まあ何でもいいや的な、画像であればね、イラストレーターであればねこうやって作りますけども、はい、やはり人間は人間にしかできないことがございますので、私は決してその AI、促進家ではございませんが、まあ、こういう便利なものも使いつつ人間の頭で考えるということもやっていったらいいんじゃないですかね。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人血。